初代吉沢色派の有原野の,の成り大荒。完成3年12月、大阪各の芝居のセリー伊勢物語より、大英博物館所蔵、女系が、流行祭女系とは、江戸時代の大阪の浮世絵師、瞳、関月の門人、聖綿が、忌名は女系、花臼様さ、通称時代ら、大阪北、堀江、南波新地などに住む。 安永六年頃から教科にや絵本の差し絵を描いた。月岡設定没後の髪型を代表する浮世絵師であった。天明四年の丹生言語、備えで五十名の役者を描いて、江戸の勝川春江や勝川春美の役者への影響を受けた独自の情報絵を確立した。丹生四年頃から再範囲一枚ずりの役者へも出すようになり、 情報役者へ流行の基礎を築いた。作画期は文化年間までである。完成2年には舞台図を集めた絵本、画本業に渡ずを刊行。完成6年に芝居絵本、絵本花あやめ。完成8年に国慶本、通り書沢太郎。完成9年に八文字や字小作の霧の島台。完成12年に芝居絵本、役者百人0人し集け状況。今日は3年に。 芝居絵本、劇場菓子、文化元年に芝居絵本、三都劇場層の種などを実質観光している。女系な役者へは、細番、大番もに理想化され、安い江戸の西景に比べて、より個性的で、写実的な精神が貫かれ、これが情報園に深い影響を与えることとなった。芝居に関係する劇場菓子や三都劇場層の種などの著作もあるが、 西絵は、比較的少ない。肉質強いとなるとさらに少なく、完成年間に描いた狂言人図鑑など数点が知られるのみである。徘徊を得意としており、芝居関係書、国境本、教科本、特本などの差し絵も多い。門人に、松吉人志半兵衛、二代目流光祭、乱光祭らがいる。かつて、東州祭写楽と関係があると論じられたこともあった。 市販書やインターネット上の記事ではしばしば、ミスミ吉が雑誌論文、社楽の新研究で社楽の正体を、流光最女系とする説を発表したといった趣旨の記述が行われているが、実際には、同論文は、情報へと社楽の役者似顔への共通性を論じたものであり、女系の話題は出てくるものの、同論文の中で社楽と女系の同一人物説を唱えたという事実はない。 袋カッコ内は上演された歌舞伎の演目を示す。発行都市順。ありがとうございます。